こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、寺田蘭世さん、お疲れ様でした。2020年11月25日水曜日、この時間私、テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。11月最後の放送で、もう、いよいよ今年もですね、あと一月なのですが、まずは経済の話からさせてください。ニューヨーク株が史上初の3万ドル台突破？そして東京株式市場の日経平均株価、連日で約29年半ぶりの水準に上昇し、バブル経済崩壊後の最高値を更新。これですね、テレビマンにとってはすごくありがたいことなんですよ。なぜかというとですね、以前にも話しましたけど、株価が下がると、肝そぞろいになって使い物にならない作家が多くなるんですよ。意外にね、ディレクターよりも作家に多いんだよね、株やってる作家。で、今リモートじゃない。前も説明したけど、リモートの画面の横で明らかにチャートを見てる作家。わかりますよ、もう。中島はじめ。中島はじめさんっていう、すごい優秀な作家がいるんだけど、はじめさんが一番、はじめさんってめちゃくちゃ優秀で、青春高校でもやってもらってんだけど、何せ作家なのに、黄金伝説とかの演出もやってるっていう、ディレクターもやってるっていう謎の人なんだけど、すごい優秀な人が、株にベットしてる量が多すぎて、朝一の会議で下がってる時の、会議、全く使い物にならないっていう。だからやっぱ中島さん、もしくは他にもいるんだけど、何人かね。いや、明らかにチャートを見てる作家が。投資家が多いからね。いや、だから僕らは全然やってないから、僕は全然やってないからあれなんですが、こうやって安定してくれると、会議もね、普通に進行できるんでね。あと、バレないでやってほしい。あとですね、エンタメの話で言うと、鬼滅の刃が最終23巻の初版発行部数が395万部っていう。それでさ、しかもさ、普通にやっても売れるじゃん。なのに、後藤家先生が書き下ろし14ページに、おまけ25ページで39ページくっつくんでしょ？新規のやつが。っていうかもうほんと、やっぱ集英社すごいよね。俺が本当に担当だったら、じゃあその39ページだけ別に出しますかってなっちゃうもんね。やっぱり。うん。じゃあところをさ、いやー、それで映画の鬼滅の刃が国内の歴代興収が、まあ穴行き超え259億円突破でも3位ですよ。そうするともうタイタニックと君の名はしかないんですよ。あっという間にね、踊るドアイソーサスも抜かれ。鬼滅の刃と君の名はどっちも2時間ないぐらいのね。でね、これタイタニックって3時間半あるのよ。今の若いリスナーってもしかしたら見たことない人いるかもしれないけど、VHS だった頃にも出てんだけど、レンタルビデオ。上下巻だからね。あれ。上下巻なんだよ、ほんと。あと、テレビで放送されるときに、大体メタメタにカットされてるっていうので、なんだけど、だから、タイタニックは何がすごいかと、やっぱ、3時間半で、1日にかけられる回数が、多分だけど、2分の1ぐらいなわけよ。で、鬼滅って、多分その、倍ぐらいかけられた。まあもちろんあれもあるけどね、コロナ禍で他にかかる映画はなかったから回数かけもできたっていうのもあるかもしれないけど、でもタイタニックはね、ちょっとタイタニックの気持ちになってくれよ。いつだって不利な戦いをしてんのよ。若手が来る、若手が毎回来るたんびに、1日6回ぐらいしかかけられない。いや、そうなんだよな。そう考えると改めてタイタニックすげえなって、尺調べて3時間半あるって思って、そういや、確かに、俺一回見たいら見てねえわと思ったのよ。なんでかって言ったら3時間半あるからなんだけど、そうかっていう。だから多分ほんと。で、タイタニックの VHS のこと思い出したときに、VHS って最後に見たのなんだか覚えてないなって思って、いつまであったか覚えてないんだよね。俺1999年にこの世界入って、で、この世界っていうか業界で、テレビ業界で働くようになって、その頃は、まだ全部 VHS で、収録テープと一緒に VHS テープを回して、VHS テープに収録素材が取れてて、それを使ってオフライン編集と呼ばれるディレクターがね、その仮の編集するわけ、スタジオ編集するの。で、その VHS テープに、数値が破壊焼き込まれてるのね、時間帯が。で、それが飛ん、だから例えば、14時50分、51分とかだとの、そっから30秒カットしたら、その文字が飛んでるっていう。で、それが恐ろしいのがさ、
3回擦るともう見えないから。だから、その、オンラインタイムを見る名人みたいな人に見てもらうね。AD のすごいおじさんみたいな、これちょっとわかります。キャラって俺たち呼んでたんだけど、キャラを読み込む名人みたいな人に読んでもらう無駄。うん、これはね、15フレだな、みたいな。みたいなことやってて、それが、だから、編集室があったら、編集の日があったら、そのオフラインっていう人は、のは、VHS を、ね、の編集を、まあ、2日前ぐらいまでに終わってもらわないと、俺たちがメモれないから。何分にやったって。最悪なのはね、音だけ潜らせるやつね。そうすると、その音だけ聞かなきゃいけないのよ。優秀なディレクターというか、すごい優秀なディレクターは音の頭だけ絵を残しておいてくれたりするんだけど、そのなんかなんつうの、俺たち AD を試すタイプのディレクター、すげえ俺そういうのないから潜らしちゃってっから、音気づいてもらえるとかつって、なんでお前そういうその意味あるっていうAD を試す意味あるみたいなやついるんだよっていうのが、多分俺入社5年目ぐらいまでやってた気がするから、その時までテレビでは編集 VHS でやってて、どっからいつなんだろう。もしみんな覚えてたら、VHS っていつが最後の作品ですよって分かったら教えてほしいな。それ結局分かんなかったな。ラジオ前に話してたんだけど、それちょっと気になるなっていうふうに思いましたね。でも鬼滅このまま行くと、ん？鬼滅がこの、ん？何どうした？いやマジで、ね、本当に正直言うけど、タイミング最悪ね。いや、何？いや、ケーキをこのタイミングで入れてくる、おじさんスタッフたちしかいない、ケーキを持ってくる、ありがた。いや、あ、すいません、本当、ここに今目の前にですね、ライトが、電気が消され、今ショートケーキとかではホールケーキに、2の4のロの8本のろうそくが刺さったものが届いているので、では私は、ろうそくを吹かしていただきます。すいません。いやあのさ、何かしらのプロが集まってる現場とは思えないぐらいのタイミングの悪さ。俺いつものジングルっていうか、じゃあ、タイトルコールしようかなっていう時に電気を暗くするという。いや、ありがたいですけどね。ありがたいですけど、ほんと。45歳になりました。45歳ですよ。これはオールナイトニッポンの明らかに最年長でしょ、今は。今、あ、じゃあ、岡村さんか。岡村さんとかいるか。そうか、そうか。まあ、でも、はい。ということで。なんか、ジョンウィックよりっていう、なんか謎の、リスナーから、あ、びっくりした。そういう、花束までもいただいてますけど、これ、恒例にすんの？恒例にすんだったら、マジもっと絶対いいタイミングがある。しかもさ、ディレクターの斎藤がさ、電気消した後さ、すげえさ、うざそうにさ、キュー出したでしょ？うん、まあまあ、やっとくか、みたいな感じ。今年どんな年にしたいかって言ったら、まずはね、今年イベントですよ。イベントをしっかりやりたいっていうのと、あとはそうだな、来年ちょっとね、いくつかまあ、変わった番組を準備してるんで、その番組をたくさんやりたい、まずは仕上げたいなっていう気持ちと、あとはなんだろうな、本当のこと言うよ、本当のこと。マジで継続してほしいラジオ。ああ、本当に継続してほしい。それでは行きましょう。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間宣行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。先ほどこの番組開始と同時にですね、来年1月11日開催の番組イベントのチケット追加販売受付がスタートしました。今回は抽選での販売になりますので、焦らずお申し込みください。申し込みの締め切りは12月6日に日曜日の23時59分までです。サイトが混み合っている場合は、今回はなのでリローレットしなくていいです。時間を置いてアクセスしてください。詳しくはイベントホームページか番組ツイッターのリンクからピアノサイトへアクセスしてください。動画配信のみのチケットを購入希望の方はですね、もうちょっとしたら発売すると思いますので、そちらをお待ちください。そしてですね、今日はゲストが参ります。
お笑いプロフェッサー X、改め、コント柱、放送作家大倉さんです、コント柱ね、コントの呼吸1の方、ああ、こんなところに店ができてるな。入ってみよう、ウィーンって。そうよ、ほんと。脚本家としても活躍中で、実はね、知らない人結構いるんだと思うんだけど、グランメゾン東京のパラビでやってたスピンオフ、めちゃくちゃ記録的な数字出したやつ、あれとか大倉さんなんだよ、脚本。玉森くんのやつ。あとは、半沢直樹のシリーズのスピンオフの音声のドラマとかも大倉さんなんだよ、実は。だから、ほんとすごい人なんだけど、なんかほんとすごい人なんだけど、やっぱり大倉さんって仕事してる人が基本全部兄貴分の人とやってて、バナナマンとかね、マッコイ斎藤さんとか、タカさんとかね。だから、ずっと古文気質が抜けないまま来てるから、すごいようにリスナーが舐めちゃうのよ。それだからね、言いたいんだよな、本当はね、大倉さんはね、ジャンクの大倉さんは本当の大倉さんじゃないの。あれは、ジャンクの大倉さんなのよ。要は、あんなにいじられる人じゃないの。テレビ業界であんなに大倉さんをいじる人はいない。いないのよ。マッコイ斎藤ぐらい。でね、去年ここに来た大倉さんは、オールナイトの大倉さんね。俺のラジオと、星野源のラジオに出た大倉さんは、カッコつけすぎ。オールナイトの大倉さんはカッコつけすぎで、ジャンクの大倉さんはいじられすぎ。本当の大倉さんは、俺たちがよく見る大倉さんは真ん中なのよ。気さくでね、AD もいじれるし、いじるのも OK みたいな、理想的に面白い人なの。それを出してほしいの。いい加減。そうなんだよね。ジャンクの反動でオールナイトでカッコつけるってのを揺り戻しなのよ、今。ということで、去年は、大倉さんが来てくれて話したのは、なんか大好世代の芸人たちとの話だったんですけど、まだ僕と大倉さんが出会う前の、大倉さんが20代前半の話までだったんで、今回1年ぶりに来ていただいたんで、まあ、その続きをお話しできればいいなと思ってます。ではメールを募集しましょう。番組を聞いての感想、大倉さんに聞きたいことなど送ってください。テレビ東京の佐久間です。メールが来ております。ラジオネームバッテン。今日のゲストの大倉さんですが、バナナマンゴールドで自分の歯と日村さんの金玉を糸で結び、中島みゆきの糸に合わせて歯を抜いた激ヤバエピソードが一部のラジオリスナーにしか知られていないので、ぜひいろんなお話を聞きたいです。いや、そうなんだよな。バナナムーンの大倉さんの人格がもうそのバナナムーンの大倉さんでしかない人格だから、俺たちももう見たことない。見たことないし、はい、なんつうの。まあまあ、よく聞いてんだけど、二分の一ぐらいの確率で全裸になってたりするから。恥ずかしくなっちゃうんだ。気恥ずかしくなっちゃうんですけど、っていうことで、本日のゲストをご紹介しましょう。この方です。どうも、放送作家の大倉です。よろしくお願いします。いやー、4時間ぶりですね。4時間ぶりよ。4時間ぶり。はい、ずっとリハーサル一緒にしてて。俺でも、あれですよ、日曜日から月、火、水っていうの毎日会ってるんですよ。毎日会ってる。佐久間さんと会いすぎて、俺今日ラジオ来るって他の人に恥ずかしくて言えなかった。だからさっきのリハの時も、なんか、AD たちがいっぱいいたでしょ、そこで今日俺行くんだってこと言いにくかったんだけど、すっげー恥ずかしかった。バレた時そうなの。だから、まあ、リハーサルずっとやってて、芸人さんとかでやってて、みんなリハが終わるじゃん、終わってお疲れしたって言いながら、俺たち二人だけラジオに向かうって。なんか、こいつらマジかよみたいな。マジかよみたいな。すっごい辛い顔してたもんね。エディーさんとか撤収してんだけど、こいつらこの後ラジオやるんだって。まだ話してんだみたいな。恥ずかしかったね。恥ずかしかったな。いや、大倉さんにはね、一個だけクレームがあるんですよ。今週日曜日の話なんですけど、まあまあ、僕月曜日が誕生日で、日曜日に大倉さんと、まあ台本作りみたいなのを、夕方の5時から始めたんですよ。で、家族に、まあ、奥さんにね、何時ぐらいに帰ってくるって言われて。なんでかって言うと、俺23日が考えすぎちゃうの収録で、夜がまる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 埋まってたから、今日早く帰れるのって飯食おうよ、ご飯食べようよ、みたいな家族でって言われて、あ、でも多分終わんないと思う。だから用意しなくていいよって言って、大倉さんと一緒に台本書き始めた。で、大倉さんが結構悩みながら書いてるけど、8時ぐらいに大倉さんが、なんか、俺がもう遅くなるから、ウーバーでも撮りますか、ウーバーいつでも撮りますか、大倉さんって言ったら、いや、これ1時間で終わるって。8時の時点で、1時間で終わるわ、佐久間さんって言うから、俺もう、速攻ね、隠れてね、奥さんにね、9時には帰れるかもしれない。って、奥さんが、え、マジで？そうなの？じゃあご飯食べる？みたいな。
いや、大倉さんがそう言ったから終わる、あ、終わるかもしれないっつって。終わったの、うん、朝の4時半。いや、もう。あれ、かかったね。かかったね。しかも4時半に終わって、うん、次の日の10時から佐久間さんと会議。どんだけ合うの。いや、衝撃よ。ね、うん、俺もだからその、うん、なんつうの、そうなると俺はもう誕生日だって言えないじゃん。うん、なんつうの、気使っちゃうから逆に。うん、何もしなかったっていう。だから俺も黙って。うん、で、AD が翌日気づいて、佐久間さん誕生日だったんですか、あれって言われるっていうことがあったんですよね。あと奥さんから、あの9時に帰る何だったのあれ、ね、読みが違いすぎないって言われて。もう全く計算できない。いや、面白かったですよ、うんうんうん。8時間違うっていう。いや、本当に。ああ、面白かった、はい。ということで、大倉さんはですね、はい、一応ご紹介させていただきますけど、群馬県出身の放送作家で、今僕はゴッドタウンとか、売れろシリーズとかを一緒にやってるし、はい、大倉さん過去には皆さんのおかげでした。トリビアの泉、跳ね飛びとかやっててですね、年次で言うと、バナナマンとか、おぎやはぎとか、バカリズムとか、いわゆる第五世代って言われる芸人さんたちと、ほぼ同期の、まあ、関東トップ芸人の参謀とも言うべき作家さんですということで。はい、お恥ずかしい。はい、今年1年、大倉さん、なんでし、どうでした？いや、今年は、本当だったらやる予定だった仕事が、ほぼなくなってるんですよ。そっか。うん、東京ゼロさんのツアーとか、うん、はい、そういうコントの舞台もだ。舞台も毎年やって、12月やってたもんね。本当はそうです。今年でかい舞台やる予定だったんですけど、うん、11月に。うん、まあ、そうですね。それもなくなって。うん、で、ちょっと、あんまり言えないんですけど、でかい仕事があったんですよ、実は。それがやっぱできなくなってしまう、ね、うん、そうね、はい。俺たちは知ってんだけど。はい、まあまあでかい仕事。まあまあでかい仕事を大倉さん今抱えてて、だからとんでもないスケジュールになってることも知ってんだけど、やっぱこの業界情報解禁っていうのはあるんでね。ありますね。はい、あるんで、それダメなんですね。そうです。我々は話せないけど、はい、まあまあ僕との仕事じゃなくて結構大きい仕事があったんだけど、はい、ずれちゃったから。そうですね、うん。でもなんかそういう、まあ、それコロナとかの影響もあったんですけれども、東京ゼロさんの、ライブやってるじゃないですか、うん、ズームでやったやつ、ズームでやったやつ、うん、あれはすごいなんかやりがいありましたけどね。ああ、そうか、リモート単独か、はい、あれもクオリティ高かったですもんね。そうなんです、あれでも思いついてからだから10日でやったんですよ。いやだって1時間以上あったでしょ、あのコント。そうです、ライブ。そうです、90分ぐらいあったよね、はい、うん、あ、90分はやってないですけど、まあ70分ぐらいですけど、うん、あれ1週間でできるんですか。あれね、ゴッドタンで、うん、なんだっけな、いっぱい若手芸人呼んで、ちょうどお家でボケようって聞かれて、あれやってて、打ち合わせしてるときに、全部リモートで打ち合わせしてたじゃないですか。やった。あれやってるときに、だんだん、あれこんなんでコントができるんだったら、単独ライブできんじゃないかなって、だんだん思ってきて、飯塚さんに、単独ライブやってね、これで、つって。で、一回も会わなくてやれるんじゃないかって。なるほど、なるほど。そっか。あれってさ、一回も会わないでリハもやって、そうそうそう。本番も一回も会わないでやったの。会わないでやったの。一回待ってるの。最後の打ち上げまで一回も会わなかった。そっか。ちょっと待って、大倉さん。いや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 、大倉さん。ジャンクの大倉さんになっちゃった。ジャンクの大倉さんに。今ね、音だけ聞いてる人っていうか、ラジオの前の皆さんに言うとですね、大倉さんは前のめりに喋りすぎて、ゲーミングチェアごと前に転ぶっていう。いや、ちょっとさ、今、ミクチャで見た人も衝撃だったと思うよ。本当に。びっくりしちゃって。びっくりしちゃってっていうか。初めて見た事件ですジャン君に比べてこの椅子が良すぎてあ、まあね、あーゲーミングチェアですからね。あいや本当にすいませんね、今日本当はねこのラジオなんで呼んでもらったかって言いますとね、そうそうそう、本出す予定だったんです僕。そうなのよ本当ね、これ皆さんねちょっとね一個だけ、これはまあもう2個目の大倉さんに対するクレームなんですけど、はい、去年出た時に、うん、佐久間さんこの今まで話した芸人の話が全てまとまるのが11月なんですとで11月に、うん、だから続きを話させてもらってそのまま出版という流れでやりたいんですよって言われて、うん、俺日本放送に、うん、次大倉さん呼ぶんだったら11月にしてくださいって言って、うん、わざわざディレクターがタイミングスペシャルウィークとの間の11月を用意してくれたら、はい、どうなんでしたっけ。もう書き始めたらどんどん書きたいことが出てきちゃって、うん、間に合わなくなっちゃっただから今日ただ来ただけだなんてね、ほんと芸人でもねただ来てんだと思って、ただ来てるだけっていうお恥ずかしいです、ほんとに申し訳ないです、はい、
しかもただ来るだけだったら年が明けて、はい、あの特番も終わって暇な時に来るやったのに、はいはい、今地獄のように繋がってめちゃくちゃ忙しいですか、はい、まあまあ僕もですけど、はいはい、うん、今何人か聞いてる人で、うん、あのプロデューサーとかに聞かれたらまずい人いっぱいいます。そうだよね。あのね、大倉さんね、ラジオが明けた明日の朝10時か11時ぐらいがでっかい脚本的なものの締め切りなんだけど。おめえなんでラジオで聞いてんだ。そんなことも言えず。そんなことも言えずね。はい、しかもこっちの仕事もこっちの仕事で先に決まっちゃったからね。はい、ずいぶん前に。いや、そういう状態。だから本当に今、あれですよね。そんなんつうの。三谷幸喜のドラマとかに出てくる、その、今、テンパってる主人公そのもの、そのものの状態。宇宙天保みたいな状態。テンパってます。いや、っていうことになっているっていうことなんですよ。ね、まだ俺たちも情報解禁じゃないから言えないけど、まあ、ほぼわかるだろうけど、恒例の特番の準備もしてるからね、毎年やってる。いや、もう佐久間さんもめちゃくちゃ忙しいじゃないですか、もう。いやー、まあね、でもね、俺は全然。いや、もう、佐久間さんもう芸能人ですよ、もう。どういうことだよ。いや、もう、ゴッドタンの、もう、あれですよ、あの人はもう芸能人だからって、もうみんな、佐久間さんがいないときに、陰口なんだか褒めてるのかよくわかんないけど、まあ、あいつ芸能人だから。いや、もうそれ陰口だろ。でも去年またイベントするんでしょ。イベントする、来年の1月。去年のあのイベント俺見に行ったじゃないですか。ああ、あの本田劇場来てくれたんですよ、うん、大倉さんは。そう、うん、あのイベント見た瞬間から俺も、うん、佐久間さんを芸能人として認識するよ。あのイベントって立つよ、トークイベントじゃないですか。めちゃめちゃかっこよかったあのイベント。大倉さんだけ言ってくれんだよね。うん、あのこれ小木さんも言ってたと思うんですけど、小木さんも言ってた、小木さんと大倉さんだけ言ってくれんだよ。書いたメモをパッとめくるシーンがあるじゃないですか。 あれをめくりながらこうトークするのは、すごい、今まで見たことない、こう原稿をめくりながらこうやってトークする姿が、はいはいはい、この、そういうスタイルの芸人なんじゃないかと思って、うん、俺めちゃめちゃ感動しちゃって、かっこよすぎて、その次の日、矢作さんに会ったんですよ。矢、う、作、ん、さんに会った時に、佐久間さんのやつ行ったんだろう、どうだったって言われたから、あの、劇団一人の単独ライブを見てるようだったっ。最高のやつですよ、それ。劇団一人の単独ライブって。今まで見たピンの芸人で最高級のやつでしょって言ったら、矢作さんが、冷静になれって。いや、そらそうだよ。確かにです。あの、劇団一人の単独の話で、ほんのちょっとだけすると異常なんだよね。そう、異常なんですよ、ね。劇団一人の単独って、60分で10ネタぐらいやるから、1本3ネタか、うん、3分か4分なんだけど、うん、幕合が、ネタとネタの間が1分もないの。うん、そう。だから、もう音楽爆音になってネタやって戻ってきて、うん、早替え30秒でして戻ってきてネタやって、うん、やってっていうのを10本繰り返して、しかもめちゃくちゃ面白い10本やった後、何の説明もとかトークもなしに、うん、明定して、お疲れ様でした。そう、あれかっこいい。かっこいいよ、ほんと。それと同じぐらいすごいと思う。その時はですけどね。いや、いや、冷静になれって言われてちょっと冷静になりましたけど。そうよ、小木さんは褒めてくれますね。あれはなんかね、すげえ。そうですね。うん、でもあと、この次も2300人ぐらい入ってる。今は2400で、今日抽選販売をしてるから、うん、まあ、多分コロナの状況見ながら何人入るかっていうことだと思います。国際フォーラムでしたっけ、うん、国際フォーラム。いや、もう、ZEP 東京のスタンディングで満員ですよ。2300人。そうだね。すごくないですか。いやいや、だから考えないようにしてます。どういう状況になるのかは、まだ。マジですか。うん。いや、マジで2300集められたらそれで食っていける人ですよ、もう。え、そうなんですか。そうですよ。それで食っていくって何で食っていくんですか。絶望前にできたら食っていけるって俺聞いたことあります。あ、そうなの、うん、あ、そういう何かがあるんだ。うん、東京03とかさ、単独とか始めるときにそういう目標みたいなのあったんですか。いや、最初は漠然と、ライブで飯食っていければいいなっていうのがあったんですけど、でもそれでも2000人超えるまでに10年ぐらいかかったんじゃないですか。え、そうなの。そこを超え始めてからどん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 こう。2000人超えるのに10年ぐらいかかって、うん、今、マックス何人ぐらいですか。3万超えて今年4万目指す予定だったんですよね。3万超えてるんですか、ツアーで。3万5000ぐらいって言って、それで確か今年4万行く予定だったんですけど、できなかったんですよ。あ、そうか、単独ができなかったのか。はい、すげえな、3万5千超えてんの、うん、はい。異常だね。異常ですよ、東京03の。東京03は、うん、あと東京03がさ、うん、本当に、俺も大倉さんも大好きで、うん、で、大倉さんが、うん、まあ、去年この話したけど、うん、大倉さんが組んだばっかりの東京03のネタを見て、うん、大倉さんと知り合って1年か2年ぐらいだったんだけど、うん、佐久間さんにどうしても見てほしい、うん、トリオがいるから単独来てくれって、うん、俺第2回の単独行ってからずっと来てんだけど、うん、その東京03がさ、カロリーメイトの CM 出てるんですよ。いや、すごいっすよね。マジかよっていう、はい。飯塚さんが、はい、ほぼ単独と、ね、もう二人だもんね。そうですね。メインでさ、ちょい役じゃないんですよ。はい、
で、かくちゃんが、梅酒の CM 出てるんですよ。いや、すごいんですよ。あ、違う、ジンの CM だ。かくちゃん5本出てますからね。かくちゃん5本 CM 出てんのよ。そんな時代がさ、来ると思わないっすよね。いや、ほんと思わないっすよ。飯塚さんなんてただの紐でしたからね。そう、昔あった時ね。昔あった時は目すさんでたもんね。すさんでたなんて思ってない、あれは。うん、そうそうそう、それがもうだって今お酒もほとんど飲まずに、うん、若手とケーキを食べながらコントの話してる。いや、マジすごいストイックですよ、本当に。すごいストイックだよね。ちょっとやばいぐらいストイックですよ、本当に。ほんとすげえよな、うん、っていうことも、はい、ちょっとポツポツ出てきたけど、はい、今年は大倉さん、前回の話の途中からどのぐらいの感じで話してもらうかっていうところを、はいはい、そうですね、今日は大倉さんに聞きたいなと思っております。はい。はい、前回の、うん、いただいたタイトルみたいなの僕覚えてるんで、はい、それだけ説明させてもらって、はい、前回は、はい、目次みたいなの持ってきてくれたんですよ。そうです、持ってきました。はい。で、一つ目がバナナマンは最初からバナナマンだった。はい、で、矢作やみんなのお兄ちゃん、はい、ラーメンズのブランディング力、はい、ザキヤマの覚醒、はい、あと二つ持ってきてくれて、はい、これは話してなくて、はい、もう一個がバカリズムの戦い方、はい、でもう一個が東京03お笑いブーム後の奇跡っていう風に、はい、そういうタイトルをいただいたんですけど、はいはい、前回はザキヤマの覚醒あたりで、はい、千歳烏山軍団から巣立っていったぐらいまでのところまでしか、はいはいはい、有田さんとか、はい、渡部さんとかにいじられてた頃からザキヤマが覚醒したぐらいの話で終わっちゃったんですけど、はい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 、今回どこから行きます？一応今回もね、新しいの持ってきたんですよ。新しいのを持ってきた。一応前回話したの前提に、今回もその続き。じゃあちょっと一応目次を読んで、それから何を聞きたいかね。はい、1、バカリズムの戦い方、うん。2、コントユニット青春期。うん、3、東京03飯塚の責任感。4、ゴッドタンテレビお笑い奮闘期。5、神になった第六世代。7、コント作家とは。そう。これどうしようかな。どれからいきます、うんうん、これはでも、うん、まあまあ順番で。順番でいきます、まずは。じゃあ、一つ目、バカリズムの戦い方からいきましょうか。はい。でも、バカリズムっていうのは僕、もし、なんかこれもう本当もうみんなももう今知ってると思いますけど、うん、一番こうシビアな戦い方をしてる芸人として、いや本当本当、僕もともとバカリズムとの出会いが1995年、うん、多分今25年ぐらい前なんですけど、当時まあみんなボケツッコミっていうダウンタウンのフォーマットの漫才しかしてなかったんですよ。ダウンタウンの影響下にあったんですよね、僕らの世代はね、はい、でそんな中ダウンタウンのあの漫才のフォーマットをやりながら、テレビではごっつええ感じですよ、うんうんうん、1995年って言ったらやってる頃じゃないですか、うんうん、でごっつええ感じで、その頃からごっつええ感じで多分演出が2人変わるんですよ、途中で小松さん、そう小松さんになった時代、うん、小松さんの時代になってから、おそらくですよこれは、うん、僕の本人から聞いたわけじゃないですけど、もともと夢で会えたらのタイプのあれコントから、うん、多分外間小松じゃないですか。ああ、小松さんっていう、うん、その小松さんってもうすごい優秀なフジテレビの演出家の方なんですけど、うん、元劇団外間小松っていうところの出身なんですよね。はいはい、だから、演劇系にすごい造形が深い人がご提案者入ったんですね。はいはい、で、それに、小松さんと当時よくコンビ組んでた作家でミキさんがいたんですよ。ああ、ミキさん。シティボーイズの。シティボーイズのミキさん。そこら辺がイニシアチブ取るようになってからですけど、モンティパイソン系のシステムを使ったコントをやるようなんですよ。ああ、ごつい感じの中でね、はい、松本さんのセンスと、はい、ミキさんとかの山少し合わさって、感じがする。まあ、ベースは松本全部松本さんなんだろうけど、見せ方のセンスとかね。はい、とか、うん、で僕が未だに覚えてるのは、匠の人っていうコントがあったんですけど、はいはいはい。匠の人っていうタイトルだけで、何かの匠の人なんですけど、うん、何の匠かは一切わからないです。あったあった、目、うん、あったあったわ。その当時僕は、その、うん、モンティパイソンとか知らなかったから、うん、シリーウォークとかそういう、うん、ああいうタイプのコント知らなかったんで、高校時代にそういうの見た瞬間に、なんだこれはっていう、いや衝撃だって、うん、前衛芸術だからね、はい、でもシステムを作るわけで、うん、振りと落ちとかじゃなくて、うん、でそういうものを僕は当時すごい見まくって、うん、自分の中では分析できたと思った、うん、もしかしたら、うん、もう日本で、うん、この世代で、うん、俺が一番松本人志とミッキーがやってることを理解してるかもしれない、してるって思ったんですよ、その時は地方の高校生が思うやつね、思ってたよ俺は。あれこれ松本のセンス分かってんの、はい、俺だけじゃない、はい、っていう、はい
だから当時僕が芸人だった頃ですけれども、よくわからない棒グラフを書いて、でそれについて延々説明するんですけど、会議とかしてるんですよ。それはまあ何の会議あれかわからないみたいな、そういうのとかよくやってたんですよ。なるほど、もう完全な直径の直径影響を受けまくりですね。影響を受けまくり、はい。そしてそれが分かってて、それを、でもそういうネタって、あのボケとツッコミで違うので、笑いどころがここですよってちゃんと言わないから、正直そんな笑いにつながんないんですよ。だからみんな嫌にやろうと思ってもできなかったりとかするんですけど、で、それを僕が一番理解してると思っていたときに、ある時、まだ映画学校を卒業した19ぐらいのめちゃめちゃ可愛らしい子が、そうそうね。俺よりも美しくやってるんですよ。2個下ぐらい、そう、2個下ぐらいの大倉さん21、2だからもうめちゃくちゃ尖ってるでしょ、はい、尖ってたらめちゃめちゃ尖ってましたね、可愛い顔した、はい、まあ、マスノさんともう一人の相方がやって組んだコンビが、はいはい、もう理想だったでしょ、理想の、確かに、ね、あれはね、未だに覚えてるんだけど、恥ずかしい大会ってのがあったんですよ、それの優勝インタビューですけど、あの大会はすごいチャンピオンの、インタビューするんですけど、あの大会は恥ずかしかったですね、恥ずかしかったです、特にあの時のあれは一番恥ずかしかったじゃないですか、あれ恥ずかしかったです、永遠恥ずかしかったっていうフォーマットで話していくんですけども、それを受けてたかどうかわからないですけど、俺からしたらもう雷、そう、俺よりも綺麗に作ってる、俺のやりたいこと全部やられてるっていうやつね、それでもうびっくりして、もうその日に始め、もうすぐに今のバカリズムのところに、ヒデのところに行って、分かってんね、距離。あ、でも一応まだライバル感は崩さず。俺なんかちょっと先輩だし。っていうので、年老いなんで、負けたって気持ちもありながらも、ありながらも、まあ分かってんね。ショックがあれだね、バナナマンを見てパフォーマンス力に絶望的な差を感じたんじゃ、はい、まずそこはもう絶望的な差を感じましたし、そこは俺のジャンルじゃないと思ったんでしょ、だから俺は、パフォーマンス力じゃなくてシステムとか、そういうところでだったらこの世界でもやっていけると思ったわけでしょ、それで出会ったバカリズムを見て、後輩なのに鮮やかにそう美しく作ってると、だから自分のこのシステム能力をこのままではもっと跳ね上げさせなきゃいけないと思って、バナナマンと組んだんですよ。ああ、そっか。それで。人間芝居と、僕の持っているお笑いのこの。システムというか、まあ、あとは、その、何、アーカイブ力っていうか、知ってるものね、っていうのでが、すっごい思ってるんですけど、この僕はすっごいその当時からバカリズム天才だと思ってたんですよ。もちろん、で、天才だと思ってたんですけども、ほら、時の時代って、その1995年ってまさしく、電波少年とか。ああ、そうだね。ドキュメントバラエティが始まって、大ブームの頃だもんね。そうですね。しかも電波少年で今考えたら恐ろしいシステムですけど、まあ、T 部長が行くじゃないですか。あなたテレビ出たいですかってまず言うじゃないですか。テレビ出たいんだったらこれやってくださいって。なかなかの爆弾じゃないですか、今考えると。今考えるとね。はい、でも今電波、やっぱ電波少年の影響下にある藤井くんとか、水曜日のダウンタウンとか、ああいうバラエティ作ってる人ってやっぱ電波少年好きだもんね。いや、好きだと思いますね。まあ、もちろん面白かったし、僕もすごい憧れてたんですけれども、まあそういう芸人っていうのはそうやっていじられ、テレビマンにいじられるもんだっていう公式だったじゃないですか。そうだね。で、その時に、まあ僕らも、実は僕らもバナナマンも、まあそういう人たちも、まあ、特にバカリズムもそうなんですけど、そこに反して、ステージ上のその、ごっつええ感じとか、ああいうもので、から影響を受けてるような、ああいうネタをやることが素晴らしいと思ってたんで、なかなかそういう人たちに認めてもらえなかったんですよ。テレビ否定してるんでしょって言われたことすごいざっくり言うと可愛げがないと思う、ね、そうなんですよね。で、一時期やっぱテレビで売れるためには可愛げが必要って言われてた時期あったもんね。はいはいはい、そこにみんな融合していったのに、バカリズムは一切融合しないんですよ。まあ見たことないですよ。はい。マスノさんが何かで折れたところは見た。そうなんですよ。出会ってから今まで一度も折れたところは見たことないです。はいはい、で、しかも、だからこそ全然売れなかった、売れないって言い方あるんですけど、もちろんライブシーンで評価されましたけど、もちろん、力量に見合った売れ方はしてないしけど、でも、その、正直だけど、そういう気がないんだろうなと思ってもね。で、レッドカーペットなんですよ、多分バカリズムがこう火つけたの。その、トツギーノからだとしたら、2006年なんですよ、トツギーノって、確か。レッドカーペット自体が。で、僕ら第5世代と呼ばれている人たちは、オンエアバトル終わりの2003年ぐらいからだいたい火ついてるんですよ。バナナマンじゃなくて、アンタッチャブルとかそういう人たちは、もう最初にそこから火をついてるのに、バカリズムだけなぜかそういかなかったんですよ。でも2006年、トツギーノに、バーンと火がつくじゃないですか。でも普通芸人って1個パッケージができたらそれ押すじゃないですか。押す。だってみんな
見せ方をみんな、うん、俺の見せ方ってこうなんですよ、うん、とかあるわけですかね。ハンニャは、うん、あのズグダンズンブンゲームやってたし、はいはい、フルポンはあのうざい先輩やってたし、はい、でもあの人はシステムを作り上げることが、うん、あの人の宿命というか、そうね、じゃないですか。だから、うん、すぐにトズギーノ捨てて今度は違う、まあ、うん、剣の握り方とか作ったりしますけど、うん、とにかく新しいパッケージとかシステムを作るんですよ。新しいシステムを作るとどんどんなんつったらいいんでしょう、記憶に残らないっていうか扱い方が分かんないから、うんうん、クリエイターの作業なんですよそれって、うん、そうだよね、うん、作品を作っては投げていくんだから、はい、あのしかも真似できないもんね、はい、他の人たちが。そうなんですよ、うん、でしかも一本グランプリとかああいう大喜利でも普通大体キャラクターに沿った答えって自分出すと浮きやすいじゃないですか。うんうん、分かる分かる、はい、この人ってこういうキャラだからこういう答え出すと面白いんだなって、ちょっとだし、そのキャラクターが浸透してると裏切っても面白いし、ね、そう面白い、うん、でもバカリズムだけどそれやらないんですよ。やらない、大喜利のお題に対してちゃんとした答えを出す。そうね、うん、こんな戦い方ありますか。本当本当そう思うよ、本当荒れ地で一人で戦ってる、そう全部その都度その都度、うん、その都度ね、うん、しかも今ドラマやってるじゃないですか。ドラマやってる、ドラマもあのバカリズムのドラマってすごいシステマティックじゃないですか。そうそう、ね、今度1個ルールを、うん、ルールを作ってっていう、でその中でやっていくじゃないですか、うん、それで今こんだけのやつやってるじゃないですか、うん、これ本当化け物以外何者でもねえなって。化け物以外何者でもないですよ。佐久間さんのラジオのジングルでも言ってましたけど、うん、あの人があれ以上あれぐらいやるからにはこっちも何も文句が言え、やらざるを得ないっていうか、何も文句は言えない。あ、だからバカリズムはそれで逆に、うん、これここで一生添い遂げるっていうタイプのスタッフがないままここまで来たのは、うん、寂しいとは言ってたけど、はい、でもやっぱそれはもう自分でやれるのね、力量、うん、はい、がすごいからね。そうなんですよ、うん、このラジオでもほら退治の時に使ってくれないみたいなこと言ってたじゃないですか。言ってた言ってた。あれは単純に俺は嫉妬してるだけですからバカリズム。いやそうだよね、うん、あだってね、売れろってやってて、うん、モークレとか大倉さんとか土屋くんっていう作家がめちゃくちゃ面白いと思って脚本書いてくるんだけど、うん、毎回7話ぐらいに出演者脚本会っていうのを作るんですよ、うんうん、その時にバカリズムが8分ぐらいの早見あかりと2人でやるコント毎回書いてくるのね、うん、死ぬほど面白くて、そう面白い。でそれが届いた月曜日ぐらいから、あの俺と大倉さんの間で読んだっつってあれ読みました増野さん、うん、で、増野さんから、直すところあったら言ってくださいって言うんだけど、どう、あの、格好つけて返したらいいか分かんない。増野さんは、直す、例えば、マジ歌でも、何か気になるところとか、直すところあったら言ってくださいって言われるんだけど、ねえんだけど、何にも気づいてないとも言えねえし。何って答えちゃうと、サボってるんじゃないかって。毎回あるの、バカリズムのネタを受け取った時の受け取り方問題っていうのが。すごい難しい、ね。そう、難しいですよね。面白いからなっていうのがあるなっていう。うん、はい、だからバカリズムが一番、もう大倉さんが出会った19の時から、うん、戦い方が変わってないまま。変わってない。すごいですね。変わってないまま、しかも何かに迎合することなく売れたってことですね。うん、すごいですよね、あれは。すごいな、はい、うん、ちょっとすごいと思いましたよ。はい、じゃあもう一個弾いていいですか。はい。コントユニット青春期っていう、これちょっとすげえこれは興味あります。コントユニットの青春時代ってことでしょ、はい、それは大倉さんが、僕ね、うん、1997年23歳って時ですね、うん、今から23年前ですかね、うん、から2003年の、うん、だから6年間ぐらいですか、うん、6年間ぐらいに俺10個のユニットをやって、うん、で14本ぐらいライブやってるんです、6年間ぐらいで。10組もやってたんですか？ 10 組っていうか、まあ10ユニットです、ね、うん。それは同じようなメンバーで、うんうん、組み替えたりとかして、で、それでやってたんですけど、ちょうど僕がこのユニットをなんでこんなにこだわってやったかっていうと、うん、もちろんめちゃくちゃ影響を受けたのが、このラジカルガジュマルビンバシステムなんですよ。竹中直人さんとか。要するにシティーボーイズと竹中直人さん。うん、で僕ら田舎者だから、うん、そんなユニットがあるって知らなかった。知らなかった。知らなかったんですけど、あのちょうど1992年ぐらいにあのワウワウでシティーボーイズライブを放送するようになったんですよ、うん、ああ放送するようになった、うん、でその時に僕シティーボーイズって何ぐらいの感じだったんですよ、はいはい、お笑いスタに出てた人たちでしょっていうのがあったんですけど、うんうん、それを見た瞬間にもう衝撃が走ったわけですよ。いや俺もですよ、うん、俺も池袋の金物屋の息子のお宅の家に行った時に「佐久間シティーボーイズって見たことある？」って言って「ないよ」っつって、うんうん、でその2階の汚い部屋で VHS で、うんうん、なんだっけあのうっかり西へ、うん、ああ、うん、愚者の大弁償、うん、の弁償うっかり西への、うんうんうん、あのやつを見せられて、はい、体中に電撃が走りましたからね、はい、灰色のとこですね灰色のとこ、うん、あそこら辺の あれ見た時にもう本当にやばいと思ったんですよ。で
そのシティボーイズライブに伊藤聖子と、中村ゆうさんも出てくるんですけど、なんだこの組み合わせはと思ったら、調べたら、かつてそのユニットの中にさらに竹中直人がいて、ラジカルガジベリビンバシステムっていうユニットが1980年代にあったって言うんですよ。で、調べたら1983年から始まって、多分87年ぐらいで終わってるんですよ。高田が、4年間ぐらいですけど、当時83年って言ったらまだお笑いが寄席でやってる時代だったんですよ。はいはいはい。寄席で普通に、それをラホーレ原宿でやるっていう。もうその笑いをもうちょっとおしゃれというか、はい、アートに持っていったっていうね、はい。そうなんですよ。でさらにそのあのラジカルの1個目のライブのタイトルが時速500円で走るってタイトルなんですけど、うん、2個目がスチャダラっていうタイトルなんですよ。うんうんうん、つまり当時スチャダラパーがそれを見に来て、うん、若い高校生時代に、ラジカルを見に来て、そのスチャダラってタイトルからスチャダラパーって名前を取ったっていう。ということはもうじゃあその4年間の間にいろんなもののきっかけになってるってことね。そうなんですよ。で、しかもほら、伊藤聖子さんが、ラジカルのライブで初めて日本、そう、日本で初めてヒップホップを取り入れてるんですよ。ラップやってるんですよ。ちょうど1980年とそんなぐらいの時代じゃないですか。でそれを全部知った時に、しかもですよ、ラジカルっていうものをそもそもこう、作り始めた、そう、言動だったら、桑原萌衣さんなんですよ。はいはい、桑原萌衣さんってスネークマンション作った人。スネークマンション。ラジオコントを作った人なんですよ。で、そのスネークマンションは、当時、1980年に、マルチプライズで YMO と関わってるんですよ。で、YMO って僕は細野晴臣大好きですから、これ全部好きなものが繋がってるって、締めれたわけですよ。あと、日本にあるかっこいいものが全部繋がってて、はい、で、それが、あの、今、後のものの、もう刺激になってるっていうのが、もう、大倉さんの中で、もう、年表が書けるかもしれないでしょ。もう、やばいと思って、その20代前半の時に。で、やっぱり、コントユニットを作りたい、これから俺の仕事だだから何、クワボロも一とは言わないが、カルチャーをまとめて、お笑いでカルチャーを作るってのをやってみたいってなったんですよ。やってみたいと思ったんですよ。だから、僕がそのユニットコントやるときにやったのは、こいつらが組んだんだっていう、ダセーのだったら組まないっていう。はいはい。はい、大倉フィルターがかかるわけね。はい、こいつらが組むことがすごいんだっていう、で、そしてその中に関わってる俺がすごいんだって。もちろん、もちろん。まあ、それは今。なりたい、なりたいっていうね。はい、その時は言わないですけど。言わないけどね。で、それで大倉フィルターの中から真っ先に声かけたのは、バナナマン。まあね、やっぱそうだよね。はい、で、その、さらにパッケージ化した後を残す、映像作品を残す。それは、要するに、ラジカルっていうのは、基本は発売してないんですけれども、人力車に、ビデオテープが眠ってたんですよ。いや、そうなんだ。ラジカルの公演。記録用のやつ。記録用のやつが。で、それが、1994、5年ぐらいの時に、ラホール原宿で、フィルムフェスティバルって、その VTR 流して、俺はそれを見たんですよ。リアルタイムで見てないですけど、で、それ見に行って、それを日村さんと見に行ったんですけど。日村さんと見に行ったんだ。はい、そうなんですよ。日村さんが、じゃあそのラジカル見てすげーってなったとか、ね。すげーってなってました、ね。へー。それで、そういう、僕これやりたいんですよってね、よく言ってたんですけどね。それを設楽さんとか日村さんにプレゼンしたってことですか、はい、そうなんですよ。ただ、一個だけすごいんですけど、人力車がもちろんその管理してる。人力車にいたんですけど、シティボイズって、そのビデオ紛失してるらしいですよ。歴史的さを、歴史的さをがっつり封鎖してる。人力車らしいな。ラジカルの声見れないんですよ。ああ、もう見れないんだ。YouTube でも何個か、最近、後半のやつなんですけど、初期のやつが見れないです。へ、それで大倉さんコントユニットを組もう、こういうものを作りたいと思った時に、最初にバナナマンに声かけて、はい、作ったものの1個目は何なんですか？一番最初にやったのは、これは僕が作ったというより、バナナマンと永井秀和さん当時、はいはい、あと女優の人がいて、僕がそこに入って、ピンクマニュアルズっていうすっごいちっちゃいところでやったライブがあるんですけど、そこで初めて僕バナナマンと一緒に仕事させてもらったんですよ。へ、うん、僕がバナナマンとこ入れてくださいみたいな感じで、僕パソコンができるんですとかってね、チラシとかも全部作れますみたいな、うん、もう本当にもうそのお笑いの力量とはまたちょっと別の役に立ちますで入ったのね。あとよく言ってたのがお笑いというのはライブはダサすぎるって言って、要するにそのラジカルとかで言うと、あとも、ドッキングしてるんですか。で、当時ほら、パルプフィクションとかそういう映画とかもやってるし、面白くておしゃれなものが。うん、もう、ね、やっぱ、ベースにおしゃれがちゃんと入ってないと見向きもされない時代になりつつありましたもんね。そうですよね。だからそういうのもやんなきゃいけないんだって言って、僕は買ったばっかりの、MacBook？ そう。
そう、パワーマックス。パワーマック、おぉ、まだ1ギガもないような。ハードディスクが。それ買って僕は何でもできますって言って。下のサイト、ね、そのパソコンを使えば何でもできるんだけど、今、俺の技術じゃできなかったんですけど、何でもできるって嘘ついて。入りたいからね。はい。で、そこで初めてバナナマンと仕事するようになるっていうのがあるんですけどね。で、ユニットって言ったらやっぱ俺のイメージで一番、うん、あるのは君の席になるんだけど、君の席やったのが2001年からできるんですけど、その前にバナナマンとラーメンズのユニットジェニコっていうのやってるんですよ。あー、ラーメンズとバナナマンをはもともと仲良かったんですか？これは前も言ったかもしれないですけど、まあ、仲良くないです。あの、僕がバナナマンと仲良くて、僕ラーメンズ別口で仲良かったんですよ、うん、みんなあの下北に住んでたんで、片桐とかが、うん、当時僕がやってる時、あの、ライブ出てる時に、小林健太郎の方から、なんか俺、ささめいきってコメントです。面白いね、ささめいきって向こうから来て、そっから話していくうちに、僕らよりちょっとバナナマンが先輩だったんですよ。うん、で、バナナマンすごい面白いよねって言って、うん、バナナマンライブに当時僕入りたてだったんで、見に来るっつって見に来て、小林健太郎が。で、そっから俺単独やるって言って。うん、あ、バナナマンを見て、うん、俺ラーメンズも単独やりたいってなったんですよ。そうなったんですよ、うん。で、1回目の単独、今でも覚えてるんですけど、あのネタ大体当時単独ライブ10本ぐらいネタやるじゃないですか。10本ぐらいありネタがたまったから単独ライブしようって小林健太郎思ってたんですけど、うんうんうん、たまたま単独ライブする直前に僕と小林健太郎が会うことなんですけど、たまにその時設楽さんも、うん、俺いたから、設楽さんも実はこうラーメンズって言うんですけどっつったら、うん、って3人で話したら、うん、10本ネタがたまったんで単独やろうと思うんですっつったら、新ネタじゃなきゃダメだって設楽さんが言って、おー、なるほど、すごい分かりました、新ネタ全部一から新ネタ作りますっつって、新ネタを全部やった1個目の単独ライブが、そうラーメンズ、そっから単独ライブ始まってるんですよ。すげえ、うん、いやそれはもうすげえ歴史だな、はい、あ、その頃の単独ってネタ溜まったからやりたいみたいなことだったね。やるぐらいの感じだったんです。はい。だからその単独ライブに対する作り方ってみんな分かってないから。その01で単独を作るって考え方はまだなかった。なかったんで、はい。で、それを言って、うん、やったのも未だに覚えてますよ。片桐の4畳半の家で。その話してたのは片桐の家の。片桐出てこなかったけど。いや、この後も大倉さんから、いろいろ聞きたいと思います。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。本日のゲストは放送作家の大倉さんです。よろしくお願いします。メールが来ております。埼玉県ラジオネーム、父は公務員。大倉さん、去年は目次が6個で放送に全然収まらなかったのに、なんで今年は1個増えて7個になってるんですか？そんなんだから自分の本も書き終わらないんじゃないでしょうか？いや、確かにそうよ。そうですね。うん。確かにそうよ。はい。うん。いや、目次この間は 4つもやってないんだからね。はいはい、はい。まだ今日2つの、しかも、君の席の立ち上がりまでしか話してないからね。そうですね。君の席は、だから、おぎやはぎ、うん、あ、じゃあ、バナナマン、ラーメンズ、おぎやはぎか。そうです、そうです。はい。あれはね、俺はギリギリ客として見えれたんだけど、うん、信じられないぐらい面白かった、やっぱ。いや、そうですね。あれは本当に、当時なんか、あのやった瞬間だけ俺はラジカルになれたって一瞬思ったんですよ、ね、あ、はい。あのライブが終わった後、はい、全コント面白かったし、うん、矢作さん、小木さん、設楽さん、日村さん、うん、ね、小馬健、うん、片桐の良さがもう全部ミックスされてて、ね、はい、もうずっとワクワクしてたわ、はい。俺は今時代に立ち会ってると思ったから、はい、俺はあのユニットのまま一生やっていくのかと思ったけど、はい、もう全然やらねえの。まあやっぱそんだけみんな実力者そうね、それぞれあるからね、向いてる先が違うからね。そうなんでしょうね。メールが来てます。東京都ラジオネームジャイアント厚彦。日本放送での大倉さんですが、はい、今年のお笑いウィークのコント村オールナイトゼロで、オールナイト日本ゼロで作家もされていましたが、ミクチャで見ていた限り、カッコつけてた上、怖かった記憶があります。ああね。そうですね、やっぱ。いや、というかね、うん、おかしいからね。はい、あの、コント村って、あいつら、うん、何、4組いるわけでしょ、はいはいはい、あいつらコント書けるじゃん、面白いコント。はいはい、なんで大倉さん書いてるんですか？若手のラジオコント。若手はだって大倉さんお願いしますって来るわけじゃないですか。あ、まあね。これで俺がコント書かなかったら、あいつもしかして書けるんじゃないかって言われたら、恥ずかしいでしょ？やっぱ。あと、あれでしょ、若手でコント一生懸命な子たちが可愛くてしょうがないんでしょ？そう、可愛い。本当に。めちゃくちゃ可愛い。いそうなのよ。応援したい。うん。なんかね、普通に別件の会議とかやってると、うん、まあでもゾフィーは可愛いからな。はい。本当に。すごい。大倉さんと二人で飯食う予定なのに、今日ちょっとゾフィーの上田呼んでいい？上田くんが来る時あるからね。可愛いんですよ、あれ。上田が可愛いみたいな。上田を可愛いと思ってんの。あれは別に可愛くはないから。続いてメールが来てます。
東京都ラジオネーム、さっそうと走る雑草。バナナマンさんと東京03さんのネタを作るときの違いってありますかっていう。ああ、まあ全然違いますよね。もう、まあ、全然違う。はいはいはい。あの、バナナマンはもう、とにかく、単独ライブの時作るんですけども、バナナマンに関しても、とにかくネタ書いてきて、普通ネタあんじゃないですか。ネタあんだね、うん。違うんですよ。設楽さんの場合はもう台本なんですよ。あ、そうか。っていうか、要は説明してもわかんないもんね、うん、バナナマンのコントって。だからもういきなり台本で持ってくんだ。はい。せい、もう、昔、今でこそそんなにないですけど、昔なんか20本ぐらい、バーンって持ってって、それ、信じられないぐらいボツにされる。3本みたいな。あ、そう。それで、そのネタで設楽さんが、これだったら面白くないそうだなって、そっから設楽さんが手を加える場合もあるし、手を加えた途中で、ちょっと大倉、書いてみてって言って、結構キャッチボールするんですよ、台本を。じゃあ、大倉さん、設楽さん、日村さんでキャッチボールして作っていくことが最近は多かったってことですか？そうですね。まあ僕と設楽さんの間でキャッチボールするのが多くて、日村さんも書くんですけど、それは結構設楽さんがこう直すみたいな感じでとか。そうなんだね。バナナって日村さんも書けんだよね。書けんですよ。あの人も書くネタ面白いんですよ。面白いんだよね。しかも日村さんなんかって、はい。すごいバカバカしいコントなんですよ。バカバカしいし、はい、うん、面白いもんね。はい、で、一応最終的に演出が設楽さんなんで、設楽さんが、うん、一応これでいくっていう丸つき、OK って出したものが一応あれです、決定稿ですね、決定稿ね、うん、っていうで、それをゼロさんの場合はだから、いや、要はバナナマンの場合はベース設楽さん総合演出で、はい、設楽さんの見えてるお笑いをどう具現化していくかっていう感じで、東京ゼロさんの場合は、単独ライブ大体毎回7本するんですけど、うん、そのうちの6本まず飯塚さん書くんですよ、うんうん、飯塚さんと角ちゃんでファミレスで話し合ってるでしょ、そうそうそう、うん、書き上がった台本が俺のところに届くんですよ、うん、でそっからじゃあこれを全体のパッケージ化するにはどうしたらいい、ちょっと僕がマクマのコントってネタみたいな、うん、で、東京03のネタってほら、ああいう、結構、人間のああいう部分を切るよね。まあ、見にくいものとか、はい、あとは逆にカッコつけてる部分とか、はい、そういう、まあ、ちょっとスケッチを膨らました感じでね。そうですね。で、それとは被らないシステマティックなネタを、東京03の VTR って言います。ああ、そうね、はい。確かにそうだそうだ、はい、うん。で、その後に、最後に、いわゆる、鳥を飾るネタ書かなきゃいけないんで、要するに、大団円を迎えるような。ああ、そうか。繋がってきたものが、うん、少しストーリー性が長いものっていうのは。そうそう。東京ゼロさんネタって、ほら、一個のこの、なんて言ったんでしょう、人間のこういうとこあるよねっていう部分を、こう、切ってくる。そう、切ってくるところですね。めちゃくちゃ面白い。それがもう一点する時もありますけど、うん、それとは違う、人間のこういうとこありますよねって書きながらも、そこから事件が転がって、うん、ストーリーが転がっていくようなネタを僕は一応意識して、ゼロさんではこう書くようにしてますね。はい、なるほど、なるほど。あ、ここで、佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、ここで西日本放送でお聞きの方とはお別れとなってします。1時間付き合っていただきありがとうございました。そしてこの後も聞ける方はお付き合いくださいということで、はい、小倉さん4時台もお付き合いください。すいません。よろしくお願いします。しかもまだ全然先行ってないからね。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。今日はゲストに放送作家の大倉さんが来ていただいてます。はい。よろしくお願いします。ということでですね、バカリズムの戦い方、うん、コントユニット青春期という二つを聞いてですね、三、うん、つ目です。うん、東京03飯塚の責任感というタイトルですね。はい、これはもう特に最近思うことなんですけど、うん、飯塚さんっていうのは僕が出会った頃、まあ、97、6、7年ですよね。うんうん、とにかくクソ人間だった。それ、飯塚さんがいる前でも言うし、はい、よく言うよな、はい、たまにね。はい。うん、もう本当に、まあ、紐だったし、あともう、とにかくお笑い腐ってたの、本当に早いんですけど。ああ、それはなんつったらいいんだろう。他の人には、に比べて、全力でやってないのに、うん、まあなんか、なんつったらいいですか？もうずっと、なんつったらいいでしょう。他の人を認めなくて、なんか、怖い目で、僕が人力車に入った時に飯塚さんに話しかけたら、うん、なんつけど、てめえ話しかけてくんなよ、みたいなことですげえ言われて、俺ほんと嫌いだったんですよ、最初。アルファルファ時代の飯塚さんが？はい、はい、うん。でもそれって実は、当時人力車って、アンタッチャブルがいて、アンジャッシュがいて、うん、まあ、ドランクも途中から入ってきて、自分の中の、自分のやりたい笑いがよくできないなっていうコンプレックスだったのがあったのかもしれないですね。とにかく、アルファルファって客前では受ける笑いを作れるんですよ。うんうんうん、さっきも言いましたけど、結局ダウンタウンのフォーマットのネタをやると受けやすくなるじゃないですか。うんうん、はいはいはい、お客さんでやっぱ知ってるフォーマットのネタやってもらうと笑いやすいです。そうね、その方が笑える。はい、うん。でも違うフォーマットの方が、受けにくいんですけど、それでハマると、すごく優位が独創になって。はい。それに認められるよね。なるじゃないですか。仲間の力もね。はい、だから、
受けてはいるけど認められない芸人って結構いっぱいいて、まあまあ分かります分かります、うん、でそれの中の、まあ、あるある筆頭みたいな感じだったんですよ。あ、そうなんですか、はい、まあだから僕はその頃この業界にいるわけじゃないから、はい、オンバトのイメージじゃないですか、はいはい、うん、オンバトで受けてる人たちっていうイメージだけど、やっぱこう芸、まあ、まあ芸人は認めてない、まあ、認めてなくはないんですけど、うん、やっぱりその一線どころじゃねえなみたいなイメージがちょっとあったわけですよ、うん、で僕も最初にそういうこと言われたから飯塚さんのこと最初嫌だったんでなんだよと思って認めねえぞっていうのがあったわけですよ、うん、でもそんな時に僕あの人力車でユニットライブとかそういうユニットというか、はい、その好きなのやって企画していいってよく言われてたん でザキヤマとかつかっちゃんとか使ってコント作ってたんですけど、うん、ある時人力車におぎやぎが入ってきたわけですよ、はいはい、うん、でおぎやぎが入ってきて今度俺ギヤギのこと大好きになる、まあ、それは前回も話しましたけど、まあね、まあ、矢作さんの人間性でしょ、はい、うん、そんな矢作さんが飯塚さんツッコミうめえよなって言い出したんですよ。え、矢作さんが、さんが、うん、大嫌いだった飯塚を、そう、あんのクソ野郎と思ってた飯塚さんのツッコミうまいねって矢作さんが言ったから、うん、パッと見たら確かにうめえな。あ、で、おぎやぎと、当時おぎやぎってほら、あの、ああいうツッコミじゃないですか。うんうんうん。あの、張らないね。そうです。乗、うん、はい、っていくようなツッコミ。で、矢作さんに実はボケベースじゃないですか。そうは言っても。ね、うん、だから、あの、当時あの、人力車も、ザキヤマとか使ってが少し忙しくなってきたんで、うん、俺がやる企画にちょっと出れなくなってきたんですよ。だからそしたら、後から入ってきて、おぎやぎを使おうと思って、おぎやぎ使うのに、おぎやぎ二人を、ボケさせて一人突っ込めれたいなと思った時に、その時に飯塚さんやってくんねえかってお願いして、この三人でやれる。おぎやはぎがベースちょっとダブルボケみたいなのもあるから、はい、じゃあその良さを出すためには、はい、まあ、分かりやすい突っ込みの人が入った方がいいっていうことね。そしたら飯塚さんが異常なほど面白くなって、そっからユニットに飯塚さんを入れるようになったんです。なるほど、はい、うん。そうすると飯塚さんがそのユニットコントっていうものをこう楽しむようになってきた、うん。なるほど、なるほど。アルファルファは豊本さんと二人だけでやってるから、はい、おぎやはぎみたいな存在を自由にボケてくるのを突っ込んでいくことに対して徐々に、はい、なんか、あれ面白いな、みたいな、はい、なってったって。そうですね。だんだん飯塚さん、角が少しずつ取れ始めてくるんですよ。だんだんの。やっぱり芸人が結局角取れるって、受けることですからね。はい、そうですよね。受けることですから。はい、でちょうどそれが、だいたい2000年ぐらいにそれやるようになったんですけど、ちょうど僕その頃からテレビを始めるようになるんですよ。テレビの仕事をね。仕事、ライブやって。マッコイさんとかと一緒に、そうそういう感じで極楽の番組やったりとか。ガレチセルとか。ガレチセルの番組やったりとか。で、跳ねるの扉も始まるんですよ。前夜みたいな感じだったんで。で、そうすると、テレビ急に始めると、すごくテレビ、サックとかテレビディレクターとか、まあそういう上の人たちに結構押さえつけられるんですよ。まあ、若手ですからね。若手だからね、うん、で。だんだんすげえ注意とかされるようになって、うん、すげえ凹む時期があるんですけど、うん、そういうイライラを飯塚さんにぶつけるようになってくるんですよ。愚痴るってこと？愚痴るって言わないです。もう当時俺も良くなかったんですけど、あの、飯塚さんもまだそのだらしなさ引きずってて、よく前、あの、そのユニットライブやった時に、飯塚さん、つかっちゃん、矢作さん、俺でネタ書けるさ、全員ネタ持ってこいよっていう約束したのに、飯塚さんだけ書いてこなかったんですよ。そんなことあるんですか、はい、今の飯塚さん。そうですよ、信じられないでしょ。信じられないよ。ネタばっか作ってる、うんうん、もう単独の3ヶ月前ぐらいからファミレスに入り始める。はい、で、俺やる気あんのかよって結構マジで怒ったことあるんですよ、うん。で、怒ったその飯塚さん、シュンとしてたんですよ。で、そういうのがあって、その時、飯塚さん、それじゃ良くないよって俺、飲むたびにもう飯塚さんに説教した時期なんですよ。そんな時期あるんですか、まあ、はい。まあ僕もすごいいろんな人に説教されてたんですけど。あ、はい、まあ大倉さんが特に入った現場、ハネルの扉、スレスレガルチセール、うん、どっちも厳しい現場ですよね。厳しい。ね、テレビ界でも最も厳しい現場の一つね。大倉さんと大井君がいたところは。喋れねえならやめちまえって思って。言われてたもんね。ああ、それは知ってますよ。はい。まあそういうのがあって、うん、で、飯塚さんにもそういう言うがあったんですよ。でも、から飯塚さんは俺その時にもうこのままじゃダメだ、俺はもう解散を覚悟して新しいことをやろうって言ったのが角ちゃんなんですよ。だからこの話は結構前もしてたと思うんですけど、ね、あのみんなが反対したけどっていう角ちゃんが、うん、まあ、ダサいと思われてたの、うん、その頃ね、はい、うん、でそっから東京ゼロさんの笑いを作り始めてから飯塚さんは東京ゼロさんのリーダーで、俺は今までいろんなことをこう豊本に対してもいろんな思いとか抑えてきたことを全部言うっつって、でそっからリーダーとしての自覚がすごい出始めてたんですよ。もうゼロさんの中でも本当にリーダー感ありますもんね、はい、うん、で、まあある程度キングオブコントが優勝した後に、今後東京ゼロさんはコントでやっていく時にどうしたらいいかって時に僕と飯塚さん話したことあるんですけど、あの東京ゼロさんっていうユニットに一人いろんなところからゲストを持ってきて、うん、でその人たちを
東京03がいる誰でも面白くないじゃないですか、うん、そういう東京03っていう3人でやるもちろん活動もしながらそういう新しいカルチャーの人たちをどんどん融合させていこうって、うん、いいとか責任持ってそういうのを今後絡んでくれますかって言ったら、うん、責任持って俺は絡む今度っつってあそんなあんな、はいその数年前、5年前ぐらいに腐って、人の批判ばっかしてた。お笑いなんて、お笑いやるやつ以外は認めねえみたいな感じだったのが、そっからももクロと絡み出したりとか。あ、そうだわ。はい、しかも、めちゃくちゃ活かすじゃないですか。そうそうそう。で、東京03っていうのは誰でも、つか特に飯塚さんは誰でも活かして、で、東京03と組むとみんなが面白くなる。そこの場合、主役じゃないそこを目指そうとね。はい、って約束してから、うん、もう、そっから10年以外、飯塚さん積極的に、いろんな人と仲良くなって、うん、東京03と絡んで今度やったりとかして、そうそうその人面白くなるじゃないですか。なるっていう。今だったら乃木坂がやってるもんね。そうカップスターの CM で、はいうん。そういう自覚が出てきて、この間、うん、クリーピーナッツとかもやらせてもらったりとか。クリーピーナッツもやってるもんね、うん。そういう自覚がすごい出てきて、うん、今やもう本当に、俺の方がコント書くの遅くなって、ちゃんとやれよって怒られる。あもうついにそうそうそうついに怒られるようになった、はい、怒られるようになった、うん、確かにね東京03のラジオであれなネットラジオみたいなやつで、うん、時々怒られてるもんねあ俺そんなに怒られてるまあまあね豊本さんの方が一番怒られてるそうか、うん、でも変わりました飯塚さんはへ自覚が全然違いますねいやそれだもう全然いや僕は、うん東京03組んだ直後からしか、うん人間的には知り合ってないので、うん、もう本当にコント大好きな、うん、この人たちなんか世の中的にちゃんとまあみんな思ってたけど、うん、特に東京03は、うん、売れてほしいなって、はい、俺にできることないかなと思った最初の芸人さんの一人だから、うん、だから本当コントでやっていくんだって自覚もありますから今第7世代と一緒にやることはいいことだとかってそういうの飯塚さんの方から言ってきましたからね去年とか、はいうん、もうだからそのコントに一生懸命人たちと、はい、あのいやコント一緒にやることは、はい、もういや、まあ、やりたいし、うん、意義があることだっていうのは、はい、大倉さん、はい、じゃあ飯塚さんが言ってくるのか飯塚さんも今そういうマインドになってますから、はい、だから飯塚さんとはもう本当にこう1ヶ月に 1,2 回やって大体作戦会議してます、うん、あそうなんだ、うん、それも十何年でやってるずっとやってますよあのじゃあこうしていこうかこのしばらくとかすごいですよ飯塚さんの方からもこうしようっていうのがバンバン言うようになってきましたしそれはもう今やね、うん、見せてやれ底力ですからね、うん、カロリーベイト飯塚さんが言うようになればなるほど豊本が何も言わなくなってへえ、うん、すごいみんなこと考えて本当すごいですよ、うんはい、これいやね、これ難しいのよ。うん、あと、ゴッドタン、テレビ、お笑い、奮闘記、はい、あと、大倉さんの出番ね、4、5分しかないんですけど、これで終わるわけないから、うん、あと、神になった第6世代、うん、コント作家とはってあるから、うん、コント作家とはって5、6分でいける？いけない、コント作家とは。これが一番僕は本当に、もうこだわりのように。コント作家って言われる人って日本にどれだけいますかって言ったら、みんな知らないでしょ、コント作家って。名前出てこない。だから多分コント作家の有名な人いないんですよ。じゃあどうしたらなればなれるの？放送作家はいてもね。うん、どうしたらなれるのかっていうことを常に僕はこう考えているんですよ。コント作家たる人にはどうしたらいいかとか。そう、その答えがまだ出てないので、それを今日話したかったなと思うんですけど、絶対話せないんで。あとね、あの、答え出てないんでしょ？答え出てない。でもその。一緒に探そうってこと？そうそう。ぜひこの、福田の話とかもしながらやろうと思ってたんですよ。大倉さんが大好きなね、福田ね。ミスターラジオと呼んでる。ミスターラジオ。ミスターラジオ、福田ね。はい。なんだ、福田もいいコント書くって話ですよ。こいつね、面白いんですよ、こいつの書く。その話もしたかったんですよ。大倉さんが若手でいいコント書くなと思ってるのは長井と福田と思って。いや、なんかさ、大倉さんはさ、もうなんか、わけわかんない状態になってて、うん、福田はラジオたくさんやってるけど、まあ、そこで自分の笑いはできるってるかもしれないけど、もう一歩行くにはどうしたらいいんだろうねって話を急にしたりするし、長井はすげえ面白いコントとかたくさん書くんだけど、うん、やっぱ他の情報系の番組行くと、やっぱ笑いにこだわりすぎてうまくやれてないみたいなんだけど、どうしたらいいんだろう、佐久間さんって。俺知らねえよって。こういうやつだからね。活躍しなきゃダメだって。ダメだって。佐久間さん、こういう奴らが活躍していかないとテレビは良くならないんですよって酔っ払って、二人きりで飲んでるのに絡まれるんだけど、俺は正直知らねえよって思ってる。だって福田俺誘っても全然飲み行ってくれないから。長いからね。長いのよ、大倉さんの飲みは。俺は喋りたいのに。そうね。付き合うのはもう塩プロの AD か俺だけでしょ。
本当いや、そうなんですよ。うん、もう、大倉さん、第2回も3つ目で終わりましたよ。はい、いや、俺だって、ゴッドタンの、うん、終わんの、俺。これはだって、佐久間さんの話でもこれ。そうだよ、俺、うん、俺の話までたどり着いてないんだよ。はい、俺、まだ出てないんですよ。そんなことありますか？佐久間さんの話。俺、まだ出れないんですか、うん、しかも、神になった第6世代なんて、あちこち踊りの話で。ああ、そうね、うん。あちこち踊りの話だ。うんあちこちオードリー大倉さん大好きだもんね。ですかオードリーが大好き。そうそう大倉さんはね時々やっぱバナナマンに恋したように、うん、いろんな芸人の良さを見つけて好きになっちゃうのね。うん、それが急にね最近もこの1年ね、うん、俺はね本当佐久間さんね若林が好きなんだっつって。若林が大好きって話聞かされるの飲むと。すごいよね若林は、うん。若林のことずっと褒めてるよね飲むと。うん、本当に、うん、最強だよあそこ。なんか、もちろん面白さもあるけど、あいつの人間のかっこよさみたいのが、今、大倉さん取り組んだんでしょ？神になったって俺書いてある。もう10、6、7個後輩だからね。いや、本当に。ということでですね、本日の大倉さんの出番は以上です。ということで、本日のゲストは放送作家の大倉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネーム財布を落としましたよ。くどいようですが、この番組はジャンクと違い1時間半です。もっと計画的に話してください。僕には明日締めの脚本をかけずに、書けねえならやめちまえと怒られる大倉さんが見えます。そうね。そうね。またね、今回もね、大倉さんはね、結構コアモテのプロデューサーと仕事してるみたいなんで、多分怒られると思いますよ。だってさ、そもそもさ、ね、喋りたいことを増やしてきて終わんないっていうのと、あとマジで本当よかったな。コント作家とは最初に聞かなくて。もうマジで短く終わると思ったらさ、切り出しが、コント作家って何人いると思いますかっていう。謎かけから始まるから。いや、あとね、本当にだから、こういう的な本が12月ぐらいに出るから、今日呼びした予定だったんだけど、まあ、出ないんですよ。出ないけど、多分来年のどっかでは出るんで、そしたら楽しみにしてください。そしたらまた来ていただいて、今度こそね、出版の暁に。そして、そろそろね、俺との出会いを語って、俺と大倉さん出会ったの25ぐらいの時なのよ。そこまで行ってないってある?25、6まで行ってないなんてことありますか佐久間信行のオールナイトニッポンゼロそろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。大倉さんが来てくれまして、大倉さんの今、俺心配なのは、大倉さんの本ね、ハリーポッター的な全7巻になるんじゃねえかっていう。4巻ぐらいから上下巻になる。ユニットコント青春期あたりから上下巻になっちゃう。大倉とユニットコント青春期上。みたいになるんじゃねえか。あと、大倉とコント作家とは上中下になるんじゃねえかっていう。それが心配なんですけどっていう。さあ、番組からのお知らせです。来週ですね、この番組はですね、録音放送になります。僕ちょっと特番の収録がありまして、ということで各コーナーへのメールは火曜日の正午までに送ってください。テーマなどは設けないので、私、佐久間に聞いてほしいこと、愚痴、相談、あとちょうどいい情報系のメールなんか助かります。それとですね、ここで、何回か話題にしてた、去年の2月ぐらいに脚本を福田にも書いてもらってみんなで準備して、で、コロナ禍で放送中止になった、クランクイン2日目で収録中止になった、あなた犯人じゃありませんっていうドラマがですね、青春高校のドラマが、なんと正式に来年1月から放送することになりました。今ね、仕上げてるんですよ。まあ、夏ぐらい撮ったんですけど、コロナ禍が冬悪くなるかもしれないからその前に撮ったんですけど、で、仕上がったやつを今仕上げてるんですけど、これがね、衝撃的にね、めちゃくちゃ面白いっていう。そうなんだよね。すげえいいミステリーになっちゃって、これもぜひ見てほしいなんて思うんですけど、なんか福田さんの初脚本も入ってますからね。第3話。第3話福田さんの脚本ですから。これ大倉さんにもぜひ見ていただかないと。福田を今業界で一番可愛がってる作家こと。大倉さんとの話もまあね、これ、まあだからいつかな。で、大倉さんのね、手掛けてる大きい仕事っていうのもね、本当に僕は聞いてるんだけど、すごいんですよ。これ本当に来年ぐらいに多分発表になると思いますけど、それもぜひね、多分聞いたらね、笑っちゃうと思う。は？それやっていいですか？みたいな仕事なんで、今大変なのもわかるし、まあ、年末恒例の僕らがやってる、まあ、ゴッドタン特番みたいのも順調に進んでいますので、お楽しみにということで、また大倉さんに来ていただきたいと思います。野郎ども、港に別れを告げろよ、ソロ、テレビ東京の佐久間信行でした。